エイラートの近郊エイラートは、イスラエル南部地区にある国内最南端に位置する都市。エイラとエイラットと表記されることもある。後悔の北、赤羽湾に臨むイスラエル最南端の港湾都市。人口は、約5万人。東隣に、ヨルダン王国のエル赤バ、西隣には、エジプトの束がある。互いにわずか数十キロメートルしか離れていないこの3都市全てに空港が存在する。 気候はネゲブ砂漠に隣接しているため暑く乾燥している。夏は摂氏35度を超え、冬でも摂氏25度など、イスラエルの中でも特に暑い。また、エーラートはイスラエルの中で唯一、紅海赤羽湾に面している港町であるため、その戦略的な重要性は高い。1979年にエジプトと、 和平条約を結ぶまで、イスラエルの艦船は、スエズ運河を通行することができなかったために、インド洋方面への重要な通称路となっていた。なお、1985年には、自由貿易地帯に指定された、ハイレグ発祥の地である。氷点下の気温は、数年ごとに観測され、ココナッツの木などの熱帯植物にとっては、致命的である。数多くのホテルがあるほか、 各種のアトラクションやダイビングスポットがある。ありがとうございます。